こんにちは、映像作家の藤谷聡です。プロモーションビデオやミュージックビデオを作ったり、えー、コンサートやイベントのプロデュースなどもしています。えーすね、先日、えー、10月5日にですね、キッザニアジャパンという子供が職業体験をできる、えー、テーマパークがあるんですけども、えー、そちらがですね、日本上陸15周年を迎え。 記念のパレードですねもうほんと約10ヶ月ばかりの制作期間を経てですね、えー、無事完成それの,あのお披露目セレモニーという形でですねあのお披露目をしましたで本当にですねえー、っとこれはですね実は2020年の初頭にですね 本来あの、まあ、その時はオリンピック2020年に東京オリンピックを行われる予定で、えー、進められていたのでそれに合わせてですねあのキッザニアの夏東京での夏祭りパレードみたいなのをしようっていうのを企画してたんですけどもでそれでいろいろと、まあ、あの準備を進めて制作を終えてですねじゃあこれからあのローンチしていこうとしたや先に まあえー、新型コロナ感染拡大が広がり、えー、当時の安倍首相が、えー、学校休校、えー、というタイミングを起きてですね、えー、その日にもう一気にあらゆるイベントやコンサートが中止、えー、それに合わせてキッザニア東京そしてキッザニア甲子園も、えー、休業ということになってですねその時はまだ本当にあの国から のガイドラインとかも何もない状態だったのでまあほんとどうすることもできない対何の対応することもできないっていうので、えー、夏から秋に延期になりそして結局秋もできないやっぱり年内ぶりだということで、えー、全部中止という本当にあのまあ悔しい思いをしたのをよく覚えてます、えー、それからですね2021年の初頭にですね、えー 前回その2020年は、まあ、コロナでダメだったんだけどそこからやっぱ我々もですねいろんな知恵とか、まあ、オンラインでやるとか、まあ、いろんなことがあの経験を経てですね2021年のその15周年の記念のパレードは、えー、たとえその緊急事態宣言下でも、えー、オンラインとかを駆使してあのできるようなそういうコロナ禍でもあの強い企画を構築しようというところであの始まりました。 それでですね、今回は、あのー、その2020年のパレードを軸にですね、あのきまあ、キッザニアという子どもが職業体験とする、あのー、特色を生かしてですね、えー、キッズプロデューサープロジェクト。子どもがプロデューサーとなって、えー、15周年パレードを作るというですね、えー、そういう企画を打ち立てました。それでですね、 あほんと一般の方からキザニア好きな一般の子どもたちからですね小学校3年生から中学3年生っていうところを年齢をターゲットにして一般募集を行い、えー、それ本当あのそこからいろいろとまた絞られて100人ぐらいの子どもたちとですねあのオンライン面接をして、えー、本当あの素晴らしい子たちがたくさん集まってくれたんですけどもそこからあの。 今年あのキッズタニアジャパンが15周年ということなので15人のキッズプロデューサーを選ぶそして選ばれた子たちと一緒に、まあ、作っていくという形になりましたそれにあたりですねえー、っと15人をそれぞれ楽曲チーム、えー、振り付けチーム衣装チーム5人5人5人に分けて、えーまあ、そのパレードをプロデュースしていくと それにあたってですね、えっと、本当に素晴らしい方々が賛同してくれてですね、まず楽曲にはですね、本当、日本レコード大賞作曲賞も受賞されたりとかですね、あと、まあ、ジャニーズの嵐とか、あと乃木坂,乃木坂46とか、そういう方の本当トップクリエイターとしてやられている杉山勝彦さんがあの本当、作詞、作曲、編曲。 にあの加わってくれましたそしてですねあの振り付けに関してはもうあのバブリーダンスであのの一世をふ靡びしたというかあの社会現象にもなったあかねさんですねもう今でもいろんな映画とか CM とかいろんなところでほんと引っ張りだこの大活躍されている。えー あかねさんが振付をパレードの振り付けを担当してくれてですねらにはですねその衣装デザインに関しては「あらたまり」というあのパフォーマンス集団であの活躍されているヤヨさんという、えー、衣装方も衣装デザイナーに加わってくれて約3ヶ月間にわたりこのキッズプロデューサー15人と、えー、打ち合わせそしてリハーサルを重ねて、えー、パレードを作っていくという企画 なん当、ね、あのー、それは本当あのー、クリエイターの方はあの本当に素晴らしいというか本当子どもたちの、えー、それぞれの思いとか願いをですね見事に楽曲振付衣装にですね、えー、形にしてくほんとすらしい形で本当作ってくれてですね、あのー、それを子どもたちが実際に15人が、えー、楽曲を、えー 聞き込みそして振り付けを、えー、練習して、えー、10月5日のセレモニー本番で、えー、子どもたちがその実際に衣装を着て披露するというもうこれがですね本当になんか、えー、我本当会場に本当たくさんのメディアとか、えー、関係者とか、えー、キッザニアジャパンの、えー、社員の方とか役員の方とか待ってくれたんですけども本当に皆さんもう感動したと。もうなん 本当何とも言えないようなですね思いが込み上げてきてそれはまあちょっと一重にですねやはりあのずっとこのコロナ禍においてこのプロジェクトを進めてきたんですけどもやはり我々もですねエンタメとか音楽業界とかあと飲食業界とか観光業界とかですねまあそれ以外にも本当たくさんの業種の方々が本当コロナ禍で本当厳しい状況にある中で本当 大変な思いをしてきたと思うんですよで、日々あのテレビのニュースとかネットではですねやはり悲痛な叫びが大人たちの悲痛な叫びとかがやっぱ届けられてきたわけででもそんな中でですねやはり、えー、このコロナ禍でですね子どもたちも本当に我慢を強いられてきたわけなんですねもう本当楽しみにしていた運動会とか発表会とか、えー、夏祭り花火大会、えー、修学旅行とかですね そういういものがなくなくったわけですよ。さらにはですねその2020年に小学コ,ロナがコロナがバーッと広がってですね、そこからその小学校に入学して今に至る子どもたちっていうのはですねあの給食時間黙食っていうものをまあ強いられているわけですね要はもうやっぱ感染拡大の観点からあの席をもう一つ 昔はねそのみんなで給食の時間はあの向かい合いながらそのおしゃべりしながら楽しく食事をしていたにもかかわらず今はそういうことを知らない給食の時間は一人であの何もしゃべらずに黙々と給食を食べるっていうことがう当たり前になっているっていう、まあ、そういうあの中を子どもたちは今生きているわけで。 で本当になんかここの子どもたちのこのコロナ禍における1年とか2年っていうこの期間っていうのは本当に重要な時間であってですねというのも子ども時代の1年とかの中にはですね本当たくさんの発見とか、えー、成長の,あの種があるわけですね。この期間っていうのは本当今後のその子どもたちが大人になっていろいろと生きていく上でです。 生きていく上でですね、非常にあのとても大事な時間だったりするわけですよそれが本当コロナによってもう自粛させられたり我慢させられたりしているっていう現状ですねやっぱこれをやっぱりやっぱそのなんか大人たちがやっぱりなんとかねあのできることをしてサポートして子どもたちの声とか思いとかをあのこの 今日本にです、ね、なんか届けられるような企画をなんか作ってあげたいっていうのが本当にやっぱみんなそれぞれ大人たちの中で内在していたものだったんじゃないかなっていうのをですね、えー、子どもたちの,あの元気に楽しく踊っている姿を見て本当に思いましたでこのセレモニーの模様はですねキッザニア公式の YouTube チャンネルで 全編見れますので、まあ、この YouTube チャンネルの概要欄にもリンク貼っておきますので是非、えー、ちょっと見ていただけるとですねなんかあの今僕しゃべっていることのなんか少しでも伝わればいいなと思っています、えー、そしてですねこの,あのキッザニアの15周年を記念したパレードはですねキッザニア東京キッザニア甲子園です。 でですね、10月5日から来年の3月31日まで期間限定で一般の子どもたちも体験することができるのでぜひぜひですねこの素晴らしいパレードを皆さんであの体験してみてくればいいなと本当心より思っています。えー、それではです、ね、本当に今回あのこのパレードを作るにあたって いろんなたくさんの方々が関係者の方がご協力してくれてですねこのような形でローンチすることができました。本当にありがとうございます、えー、ここからですね本当たくさんの子どもたちの笑顔が日本中に広がっていってくれればいいなと、えー、心より思っています。ありがとうございました。